アマンズワーフに着きました。やった。まず今日白浜旅行に、着いて一発目の目的地です。なんか雨って言ってたけどいい天気だね。本当ですよ、雨だったんですよ。予報は朝から雨降ってて素敵な旅になりそうだ。わーい、海だ。海行こう、海すごいよ。おお、ゆうちゃん気持ちいいね、気持ちいいね。あ、どんぶり、いろんなレストランが入ってるのね。OK。さあ中に入ってみましょう。どんな感じ？おお、ああ市場みたいな。なるほどね。いい匂いするな。いけすがあったり、おう、うわ、アワビじゃん。あ、こんにちは。あ、顔2匹いるんだ。あ、チワワなんですよ。大丈夫ですよ。よく間違えられますので。こんにちは。いやいや、12歳なんですよ、実は。一緒？14なんで。あ、この子14歳？めちゃめちゃ若い。こんにちは。落ち着いてる。あ、喜んでる。チョコあげてるの。喜んでるじゃん。こんにちは。行きたいね。ゆっくり。綺麗な目してる。すごい。嬉しいね。全然。あんちゃん。濁りがない。美しい。シラスすごいね、これ 100g ですよ、これ 100g、 100g のシラスね、これ食べてみます。あ、確かにね、天然の塩分だからいけるでしょうけどね。あ、ちょうどいいね、いいでしょ。じゃあリンちゃんあげます。食べにくい？好きじゃない？食べてあげようか、椅子に。はい、どうぞ。あれ、意外にあんまりいないやつですか？手であげないといけないやつですか？食べづらいんか。食べられないだよ。オッケー。最初は警戒してたみたい。うん、じゃあ我々も食べますか。うん、なんとなんと海鮮丼ですね。1500円ぐらいか。でしょ？ん？どうなってます？ない。
カロリー塩分ない。ないね。じゃあ犬御殿に行きますか。うん。Go。Let's go。はい、犬御殿に、やってまいりました。和歌山県白浜町です。全国的にも珍しい犬を主役としたホテルですね。今チェックインしているところです。さっき出会ったワンちゃんがいますね。同じところに泊まるみたいです。海がね、真ん前に見えるんですよね。目が輝いてます。リズの目が。ああ、ここがカフェテリアか。海が真ん前に見えますね。 OK、じゃあ行きますよ。トリミング室ってあるんだ。そうそうそう、なんかワンちゃんをお部屋に置いてのお出かけは禁止だから、その時は預かってくれるみたいな、うん、あ、そうなの。そうそう、へえ。うん、504で、うん、オーシャンズビューでしょ、うん、それなんか押すコツが多分いるんじゃない。おー、綺麗。お、和室。和室ですね。本当だね。へえ、ほんまや。海がね、もう真下がすぐ海なんですよ、これ。すごいね。いいね、いいね。一応ベランダも出られるのかな、出られるみたいですね。はいはい。なんか和だけど、壁紙が絵だとしてくれます。海綺麗だな、やっぱり下が透き通ってるわ。うん、はいはい。あ、なるほどね。綺麗だね、すっごい。うん、綺麗ですね。環境が変わると布団の上でおしっこをしてしまうワンちゃんがとても多いです。罰金5000円です。厳しい。まあ当たり前ですね、うん、釣りしてる。リズちゃんリゾートだよ。ああ、白良浜ですね、これ、白良浜。すぐ隣です。綺麗。ビーチだ。水平線が広がってます。いい景色だなぁ。パパ、お仕事始まるね。走れー。早い早い、追いかけられないよ。遊んでる。
ね、捕まえた。ポケモンゲットだぜ。あゆみちゃん、カフェ行こう。さあ、カフェテラス。カフェテラスじゃない、カフェテリアで。カフェ&ショップで。こっちは大浴場？これ大浴場？そうなの、一緒に入りたかったね。そうなの。午後3時から夜中まで行けるみたい。なるほどね。こんな感じで浴衣もタオルもあります。やっぱ同じ館内の中にドッグランスペースがあるということですけど、まあ、それも後で行ってみましょう。ほら、リズお友達だよ。さんにお邪魔しております。名物の生かげろうというあらをいただきます。あ、どうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいよ、なんかほら、これパフェ頼んでおります。マンゴーが乗ってる。マンゴー、うん、どんな食べ物なの？それなんかね、生地は何なの？サクッとしたところと中はスポンジっぽい感じになってて、生クリームで結構ジューシーなマンゴー入ってる。そ、パンなのそれ？うん、スポンジケーキみたいな。スポンジケーキ、あー、なるほど、美味しそうですね。うん、自分ばっかりずるいな。うん、外側はちょっとメレンゲっぽい感じのサクッとした感じ。あー、リズちゃんに一口あげて。あ、嘘です。今よだれ垂れたわ。よだれ垂れました。はぁ、うまいっすな、リズ。どうすか、リズ。僕はこちらのパフェ、まあ、どこでも食べれるようなやつを頼みました。はい、暑いからいただきます。鉄道だよ。和歌山の名所ですね、円月島。来たよ、リズちゃんと一緒に。あー、すごいね、夕日が。あそこの円月島の空洞の中にですね、夕日がちょうど沈むと、すごく綺麗なパワースポットということなんで、ちょっとそこまで待てるかな。太陽がね、もう
もあれ意外にすぐもう今ね何時5時5時18分なんで日の入りまですよ。あーそうなんですよ。なのでまあチャンスがあればあそこで撮りたいと思います。まあそれでねこれ太平洋の海なんですけどすごいねすごいですねやっぱり。階段になってるね、堤防の横が。すごい。おお。おすごいな。すごいね。やばい、キモい虫がいっぱいいる。これ何これ、ゴキブリやん。これ。これ違うか、なんだ。これ何、カブトエビかな。こんな感じですね。晩御飯タイムです。ピザとビュッフェがついてます。ビュッフェですね。もう綺麗な食堂だ。お邪魔します。ワンちゃんの体重によって料金が異なりますということです。いっぱいあります。後で選びます。すごいね。あ、すいません。すいません、失礼します。あ、個室、ありがとうございます。トウモロコシのカステラ、枝豆、合鴨のスモーク、ミズこれ食べるかな。違う。やばいねこれ。うまそう。さあビュッフェを取りに来ました。蒸し鶏。小鉢。食べれないからな。欲しいな。これ大好き。納豆がある。どうも。先ほどはどうも。スープは水分補給のために少し多めにいただきます。さあリーズちゃんのご飯を取ってきました。じゃあリーズちゃんの、あとリーズちゃんにこの肉もありますね。リーズちゃんあ、じゃあちょっとそちらで。じゃあこっちですき焼きを楽しみます、じゃあまずはお肉焼きでいきたいと思います。投入しちゃいます。ちゃんが見えてきた。ちゃん自分のご飯の。
焼きすき焼きですね。1枚はね、それで。絶対熱いよ、これ。いただきます。うん。うん。うん。おいしい。めっちゃおいしい。めっちゃおいしい。うん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 。いいよ。しますよ。すごいですよ。この絡みつく卵。変な変な奥さん出ましたけど今。卵みたいなやつでしょ。ひつまぶし。リズちゃんはね、もうお腹いっぱいすぎて全然普通にいつもだったらお肉の香りがするとね飛びついてくるんですけど、もうお腹いっぱいすぎて倒れてます。犬御殿には室内ドッグランもあります。はい、リズたくさんビュッフェで食べたから。たくさん運動していいよ。そう行くんだ。走れ走れ。ほらほら。水。走れ走れ。走れ走れ。走れ。あ、休もうとしてるな。なんかね、アトラクションがいっぱいあるんです。ほらほらほら。走れ走れ。お。走れ走れ、ふいふいふい、下下、トイレだな。飛ぶか飛ぶか飛ぶか、くぐるか、うん、くぐったくぐった。そこめっちゃ匂いするんだね。じゃあここのシーソー、こういうシーソー、おお来た来た。あー惜しいね。もうね、食べ過ぎたんだね。